鉄普通の会社員。お前が声かけろって。いいでも人間撤回、人付き合いが苦手な普通の会社員だ。前の会社で人と揉めて以来、必要以上の接触を避けてたらこれか。面倒だな人間。毎日毎日そんなに俺の態度が気になるかね。黙って仕事してるだけなんだけど。もう今日の分終わってるし帰るか。あの天地さん。何です？今日この後みんなで飲みに行くんです。親睦会もできてないし一緒に行きません？結構です。お誘いありがとうございます。ではお先に。お疲れ様でした。ほらやっぱダメだったじゃん。いやナイスファイトわさび。でもあの人すげーよな。毎日きっかり定時で上がるし。ただいま。おー、ソラ、お出迎えサンキュー。ソラは6歳。両親が再婚した後にできた妹だ。ドギマギの録画溜まってるよ。後で一緒に見ようね。おー、いいぞ。明日休みだしな。ソラの世話をしているうち、俺もアニメ好きに。特に俺たちのお気に入りは魔法少女ドギマギだ。そういえばね、この間のお話で。待った、ネタバレになる。そんなこんなで人間関係が終わってても一切不自由はない。なに？ドギマギの20周年イベントだと？大規模会場、限定グッズ販売、キャストイベ、これはソラと行くしか。うわ、何見てるの？ケロハさん、バズった声でかかった。それ子供向けアニメじゃない？やだ、テツさんそんなのが好きなの？いや、これはまさかロリコ。やったもん。私たちに興味ないって顔してたんだ。違います、豪快ですよ。なんだなんだ、どうしたのクロハ。この人こそこそ子供向けのアニメ見てたのよ。ドギマギは大人だって楽しめる最高のアニメです。しまった、オタク魂が。まあ趣味は人それぞれだし。アニメ好きなんて珍しくないでしょう。そんな騒ぐことでも。いやいや、アニメだっていろいろあるんでしょ。なんでよりにもよって少女系なの？ロリコンよ、ロリコン、ロリコン。わ、そういや前に小さい子の写真見てニヤニヤしてたな。珍しく笑ってんなと思って印象に。ほら見なさいよ、本物じゃない、キモすぎ。それ多分ソラの写メ、最悪だ。ここで全否定するのは簡単だけど、この感じだと言い訳だなんだってどうせ信じてもらえない。余計面倒なことになる気がする。別に俺は犯罪を犯してるわけじゃないし、何言われてもどうでもいい。ああ面倒だ。もう好きに想像してください。失礼します。ちょっとどこ行くの？何か言ったら？クロハもうよそうよ。そうだよ、別にそうだって決まったわけじゃん。あいつもこいつも甘いのよ。絶対鉄のヤバい証拠手に入れてやる。それ以来クロハの嫌がらせはエスカレート。今日はアニメ見ないの？ロリコ、鉄さん、お弁当箱は普通なのね。ロリコ、鉄さん、私にもお気に入りの写真見せてくださいよ。鉄、ロリコンさん。はあ、なんなんだあの人。他の人たちは一切何も言ってこなくなったのに、俺あの人になんかしたか？うんかい、鉄に。ほら俺の癒し、マイエンジェル。エンジェル、鉄さんちょっといい？何ですか、まだ言うことあんの？すごいなボキャが。みんながあなたを不気味に思って怖がってるの。はあ、みんなが鉄とは一緒に働きたくないから仕事を辞めてほしい、そう思ってるの。まあ実際みんなの意見なんて聞いてないけど、だいたい私と同じ気持ちでしょ。そこまで大事になってるんですか？うん、そうよ。だからさっさと辞め。まずあの写真は俺の妹です。はい、あの場の雰囲気じゃどうせ信じてもらえないと思って黙ってたんです。説明も面倒ですし。でもそこまで皆さんが勘ぐってるならちゃんと説明します。多分エンジさんが見たのはこれです。名前はソラ、6歳、正真正銘俺の妹です。嘘言わないで。あんた確か23でしょ。年離れすぎ。親が再婚しましてね、その後にできた子なんすよ。うん、なんだったら両親と話しますか？再婚した後にできたって、親御さんもずいぶん元気がいいのね。その子もいつあなたと半分血が違うって気づくのかしら。どうせ大きくなったら気味悪がるに決まってる。
俺のことはいくらバカにしたって構いませんよ。でも空と親は関係ないだろ。一体あんた何がそんなに気に入らないんだ。気に入らないとかじゃなくて、単純にロリコンキモいっつってんの。だからロリコンじゃねえって。ちょストップストップ、何やってんだあんたら。鉄さんも珍しく声出して、一体どうしたんです。俺たちが。そうですよ、俺を嫌うのは勝手ですけど、ここまで言われちゃ。俺たち別に鉄さんにやめてほしいなんて一言も言ってません。は、正直不気味だなって思ってたのは確かっす。無口だし無表情だし、ロボみてえに作業早いし。でもそれは鉄さんのこと何にも知らないからで。やめてほしいとか怖いなんてのは一言も、むしろどうやったらそんな仕事できるのか聞きたかったくらいで。どういうことだ。っていうかクロハ、お前が勝手に俺たちの相違とか言うから話こじれてんだろ。集合はできえよ。何よ、不気味ってあんたたちも言ってたじゃない。確かに言ったけど、別にそれで意地悪してやりたいなんて思ってもないって。っていうかさ、クロハ普段からテツさんに嫉妬してたし、シンプルに仕返しじゃないの。私嫉妬なんてしてたでしょ。無口のくせに仕事できてうざいとか、いつか欠点見つけてやるとか散々言ってたじゃん。ちょ、わさび。なんだそれ、いい大人が嫉妬で嫌がらせって、さすがに笑えねえって。藤部長に報告するわ。それだけはやめて。いや、ここまでことを大きくしたのお前じゃん。ちゃんとツケは払わねえとな。数日後、皆さん、クロハさんとのこと助けてくれてありがとうございました。いやいや、俺たちもテツさんのこと避けてたのは事実なんで。そうですよ、感謝されることは何も。俺、前の職場で人間関係こじれていろいろあって、それで人付き合いがトラウマで避けてたんです。でも今回のことはそれが原因で起きたようなもんだし、誤解されたままも嫌なんで。今更かもしれないけど、これからはもう少し人付き合いします。テツさん、じゃあ早速その仕事の速さの秘訣を教えてくれる？あと小さい妹さんの写真も見たいかも。あ、それ俺も。うわさ、かわいい。本当に年は慣れてるんだね。俺も前見た時チラッとしか見えなかったからさ。っていうか今思えば、あん時エンジがそれ言ったからクロハ暴走したんじゃね。マジだったら相当申し訳ないんだが。数日後、エンジ、これピザ時限定アクキー、ほんとにくれんの。ああ、お詫びになればいいんだけど。お詫びって、この間話してたじゃん、俺が鉄の誤解を助長するような発言しちゃったって。ああ、あれ本当に悪気なくて、でも結果的に鉄に嫌な思いさせたし。エンジ、ありがとう。でもなんでこんなレアなグッズ持ってるんだ。ああ、その実は俺もそのアニメ好きなんだよ。俺も鉄と一緒、年の離れた妹がいてさ、一緒にアニメ見てるうちに特撮とかも好きになって。でも他のやつらアニメ全然見ないからさ、なんとなく隠してたんだ。でも鉄が俺と同じだって知って嬉しかった。今後は同志としても仲良くしてくれよ。もちろん。ただいま。そら、これお土産。かわいい、保育園のカバンにつけて。はいはい。鉄にが買ってくれたの。お、友達がくれたんだ。お友達、鉄になんか嬉しそう。よかったね。そうか。ああ、そうだ、今度その人とドギマギのイベント行くから、空も行こうな。やったー。あ、その後のクロハの存在を忘れてた。市場で同僚を糾弾、挙句に他の人間まで巻き込もうとするとは。本来であれば言及だけじゃ済まないが、鉄くん本人に謝罪するなら。私は悪くありません。あいつが勝手に誤解させたのが悪いんです。君はいつもそうやって。もうかばいきれん、解雇処分とする。はあ、横暴ですよ。不当解雇。横暴でも不当でもない、正当だ。他人を貶める行為が簡単にできる人間はうちの会社に必要ない。なんで私がクビなのよ。ロリコンをまずクビにしなさいよ。だからロリコンじゃねえって。他人を自分の物差しで測るからそうなるんだよ。アデュア。